はい、こんばんは。山亮と申します。こっちのマイクに変えてあるような。大丈夫ですね。変えてありますね。早速、続けやってまいりますよ。おせちクリスマスカタログ手帳さね。2023。今日は、これはセブンイレブンさんですね。やっていこうと思います。セブンイレブンさん、どんな感じになってるかというとね、結構やっぱしね、ローソンさんとはね、違いがね、今ね、ちっちゃっとデータまとめとってもね、あったんでね、ちょっとその辺もね、じっくり見ていこうと思います。じゃあ早速見ていきましょう。ということで、よいしょ。セブンイレブンさんを持ち帰った。セブンイレブンさんはこんな感じ。前面にね、セブンティーンさん、お知らせしてきて、とコラボが、をしてるよっていうのが、結構売りになってる、感じになってますね。アイドルグループと組んでやっていくっていうのはね、ちょっと、特徴的から、ローソンはやってなかったよね。ちなみにこの後あれなんですけど、ファミマは、どこだったっけ？西友だったっけ？どっかと、やってましたね。っていう形なんで、やっぱね、大手さんなんで、そういったね、大きいタレントさんとね、組んでやるっていうのね、あれなんですけど、まあ、ちょっとぶっこんだ話をすると、あれですね、よかったですよね。なんて言ったらいいの？ほら、大手さんとね、こうやって、アイドルグループとね、ポンってやるって言うとね、もう、一つ大きいところを思い浮かぶじゃないですか。で、多分、これだけとも大きいね、仕事をやるよってなってるとね、多分わーってね、燃え上がった？前からね、もちろん契約とか練ってね、これもちろん出てくるのは10月ですけど、当然、もうこんなの春先ぐらいから、ね、多分早ければ、ね、契約の打ち合わせとかを初めて、夏ぐらいとかにね、もう撮影をしちゃってっていうようなね、流れのはずなんですよね。で、なってくるとね、よかったねっていう。こればかしはね、もしね、あっちの某大手事務所さんだったらね、多分下手すりゃこれ全部ポシャリでしたからね、危なかったですよね、なんてこともね、思いながらね。セブンティーンさんは、あれ？K-POP 系だったっけ？だよね、セブンティーンさんそうだよね。っていうことでね、前面に押し出してきてますよ、ということでございますね。すっげえ余談ですけど、確かね、韓国って、あれなんですよね、クリスチャンの人多いんですよね。キリスト教の方が結構比率が高い。国としては儒教の国なんですけど、結構ね、キリスト教の信者さんの比率が高いよっていうような話も聞いたり、結構クリスマスはね、やるらしいですね。なんて噂聞いたことありますけど。まあ、そんなことを伝えておいて、クリスマスケーキがポンと上がってますけど、ページをね、めくっていくとね、なかなかね、特徴的です。1ページ目めくるとね、こんな感じ、ドン。まずね、やっぱし、セブンティーンさんとね、組んでるってことでね、特別なプレゼントってことで、やっぱセブンティーンとのコラボキャンペーンが一番最初に来ます。まあ、これが一番の売りですね、っていうことですね。で、結構ケースの箱とかも限定の商品とかあったりとか。で、応募するとね、抽選でこんなのが当たるキャンペーンもあるらしいです。気になる方はね、ぜひ、ホームページ、まだリンク貼っときますのでね、そっちから見てもらうといいと思います。そのままになんかネット予約もできるみたいなんで、うちの方でもね、この概要欄にね、リンク貼っときますのでね、気になる方はそれで見てもらったらいいんじゃないかなと思います。まあ、ここにはそんな感じで抽選でいろいろ当たりますよとかって書いてあります。この後にもまた書いてありますのでね。結構ね、ここのね、でもね、面白いのがね、商品の持たせ方ね、結構ね、特徴があるのわかりますかね。まあ、メンバーの方がね、まあ、いろいろとわーっと持っておって、ケーキ持っていて、で、前にね、オードブルが立ってあるんですけど、これ、かなり、特徴出てるなと思ったんですよ。まあ、こんなの当然プロモーションなんでね、イメージ付けとかそういうようなのがね、しっかりとあるんで、このね、配置とかでね、絶対意味があるんですよね。でね、今日そうだ、45分でまとめない、あと30分でまとめないといけないのに、いいのか、この話をして。まあいいや、最初の大事なところなんでね。で、基礎戦略っていうのを見てみたときに思うのは、うちが思うのはね、このやつを見たときに、あれ？どっちかちょっとオードブル推しなのかな？オードブルが一番前にあって中央にありますよね。目立つとこにありますよね。で、ケーキが、
いろんなケーキがあるのかなと思いきや、ケーキを持ってる子は一種類、この、なんだったっけ、なんて言うんだっけ、このってね、スノードームだっけ、ね、この系の、やつを持ってる子が真ん中、ちょっと奥にいて、ね、じゃあケーキを人に持たせるのかなと思ったら、ここにピザを持ってる人がいるじゃないですか。ってなってくると、普通ならここら辺、ケーキを押したいんだったら、ここら辺のみんなに、それぞれの、推しの子がも、あのに、あの、それぞれいろんなね、オードブル持たせて、前面に、ケーキをドーンと置くとかね、っていうような感じにしてあると、あ、ケーキが売りたいんやなってのがわかるんですけど、これを見ると、どっちかっていうと、いや、このチキンがメインで売りたいのかなっていうのが見えますよね。あんまりケーキじゃないのかなっていうのが見えるっていうのはね。これがね、結構面白いです。あ、そう、鎌倉ですね。この手のやつですね。っていうのが、実はちょっと見て取れたりします。じゃあ実際に商品見てみましょう。ドンと。あ、これね、抽選で当たりますよっていうのがあったりしますよってことなんですけど。こんな感じ。抽選で当たるやつがこんな感じらしくて。ちなみに、セブンティーンの、クリスタルフォトパレルが、一番目の A 賞になるみたいですけど、選べるのかな？そうですね。ですから、あんま、そういうアイドルグループとかは、あんまり興味がないよっていうようなね、方とかだと、バルミューダのね、トースターとかが当たったりだとか、あとはカフェがね、当たるような、C 賞なんかもあったりするらしいので、ね、お手軽なやつもありますよということでございます。この辺りとかも結構、戦略見せされますね。なるほどな、というところですね。なんでこれ端が切れんだ？あれか、補正がかかってんだ。デジタル補正がね、こういうような補正があるんですよね。で、デジタルフォトパネル、の、バルミューダね。これいいですよね。これなんかソースとかがすごく美味しくできるやつですよね。で、これと。で、また店頭で応募できますよってことらしいんで、まあ気になる方はこれちょっとじっくりと見ておいていただいたらいいんじゃないかなと思います。まあ別にコンビニ行けば当然チラシもありますし、リンクにいろいろともう、特設サイトあったんで、ね、そこでもいろいろと見れますんで、まあ時期的にはね、応募フォームまだだいぶ先まで余裕がありますのでね、大丈夫です。ということでございます。で、まあアプリでね、やると結構いろいろお得なやつとかもあるらしいですよということでございますね。ね。クリスマスはまとめて買うとお得ってことで、次のページがこうなるんですよ。おやっと、おやっと、ここで私はね、親からね、確信に変わりましたね。セブンイレブンさん。ケーキじゃなくてチキン売りたいんやと。クリスマスケーキを全面に持ってくるんじゃなくて、七チキとか、このね、ローストチキンレッグとか、粉あたりとかが次のページにもドーンと来るんですよ。あ、これ売りたいんやな。どっちかっていうと、だからケンタッキーに対抗していきたい。ローソンがね、ケーキをいろいろと出して、さらにチキンとかもありますよっていう感じでね、いろいろとセットにしてね、やっておったのに比べると、ケーキといろんなセットであれですよってなっとった中、ここは全面持ってくるのが、もうとにかくチキンドーンなんですよ。なので、かなり、セブンイレブンとしてはかなりチキン力入れとるよと、いうのを、こう、アピールしたりとか見えてきましたね、ここで確実に。まあ、っていうのは、多分、セブンイレブンさんって、そもそもこのチキン業界で言うと、一歩、正直、遅れを取ってた時期があったんですよね。もともとこの手の、ホットデリって言われるようなやつなんですけど、で、行くと、まず唐揚げくんが当たったんですよね。ローソンの唐揚げくんが、わっと当たって、で、その後に、ファミリーマートはファミチキを当てたんですよね。っていう中で、唐揚げくんとファミチキの頂上決戦みたいな感じでね、やっておって、まあそこに対して、ローソンで L チキを出したりとかね、やってたわけなんですけど、そこで行くと、結構、その後になってから7チキとかができてきたんですよね。そう。なので、どっちかというと、後発な感じがあって、それまでに、揚げ鶏はね、昔からあったんですよ。揚げ鶏は昔からあったんですけど、なんかね、なんて言ったらいいの、それほどブランディングができてなかった時期が実はあって、ちょっとホットデリで遅れを取った分、7チキを投入して、その後骨付きとかもね、続々と投入して、なんとかね、チキンも、美味しさとかでね、
盛り返しをかけようっていうふうにやってた中での、これなので、いや、気は整ったと。うん。うちらも、体制は整ったと。うちらだって、チキン、参戦、するで、ということでございますね。チキンはね、3名参戦しませんよ、というわけでございますね。いや、なるほどな、ということです。そういうような企業戦略が、この4ページでね、こう見えてくるわけでございますけど、今日ね、すいません。この後仕事行かないといけないからね。仕事前に撮ってるもんでね、平日にもまとめてね、いろいろと撮ってるんで。まとめないといけないでね、ちさっと来ますね、ここからちょっと早めにね。行きますよ。さあ、含み合わせると50円引きと。4個買うと100円引きになるという形なんで、あらかといろいろと選べますよ。これはドーンとパック売りみたいな感じで出してるんじゃなくて、それぞれのチキンで、を個別で出してるっていうのもちょっと特徴ですよね。ローストチキンネックが600円。税抜き556円。7チキが380.16円、352円。高熱チキンネックはね。で、揚げ鶏に、7チキ、このあたり240円ですね。で、ネットはそうか、10円アップでしたね。あ、9円アップか。になってますね。250.56円ということでございますね。ナッチキレットもありますよ、ということでございます。選べますよ、ということなんでね。まあ、正直、このあたりはね、こんだけね、どんとチキンで、クリスマスチキンでね、押されるとね、まあ、ビビるというかね、冷や汗かくのは、ケンタですよね。ケンタッキーですよね。完全にそこら辺に照準を合わせてますよね。で、次のページに来ると、セブンイレブンのケーキコレクションってことで、鎌倉ケーキが来ます。これね、いちごショートケーキが来ないっていうのがね、ちょっと特徴でしたね。国産小麦の小麦を使った鎌倉ということで、これがセブンティーンの、さんの、限定ボックスのやつもありますよってことで、普通のやつだと2980円。限定ボックスになると、3980円で、さらに、ね、トルオシカと、が、シークレットカー、やつがついてきますよということで。まあ、プラス1000円するとそういった特典がついてきますよ。まあ、特にそういったコラボキャンペーンには興味ない方はどうぞこちらへということなんですけど、びっくりしましたよ。ケーキ1年で持ってくるのがまさかのワンアイテムですよ、これ。冷静に考えてみたら、これ、2種類書いてありますよ。これ、同じケーキの、箱違いとかの話なんで。実はケーキ一種類推しなんですね。これ鎌倉推しなんですね。しかもショートケーキとかじゃなくて鎌倉なんだっていうのも意外だったんですけどね。これがね、かなり特徴です。うちカフェでね、自社ブランドでいろんな開発をして、オーラケーキこんなにいろいろうちは作れるぜってやってきたローソンに対して、イレブンさんはこれ一種類推し。単品開発みたいな感じで来てますよね。こんな感じね。アイコンとしては小麦ねっていうことで。ホイップクリーム、スポンジ、イチゴ、ソース、イチゴ、ババロアっていう風な感じの。まあ、いい感じのね。クリームとか好きな人だと、こういうぐらいがちょうどいい感じになってくるんじゃないかなって感じですね。だから、個人的にはこういうの結構好きですね。っていうところですね。っていうことで、これね、コク深いババロアと甘酸っぱいイチゴ、ソース、口溶けのいいホイップクリームとスポンジで包みましたってことなんで、いわゆる、結構、王道ケーキ、ショートケーキとかを一種類ドーンと持ってくるっていうんじゃなくて、これを持ってきてるっていうのはかなり特徴的だなと思いましたね。で、これがその、SMT の、案内のですね。なるほど。こんな感じで。ボーカルチーム、ヒップホップチーム、パフォーマンスチームって。まあ、そういうような動き方やってるんだ。なるほどね。なるほどなという感じでございました。で、次のページに来ると、ショートケーキということなんで、あっちがフラグシップにしてあげてるのもかなり特徴的でしたね。で、こっちは、定番ですね。ガトーフライスってなってますけど、いや、ショートケーキですね。ニーズやシーンによって選べるってことなんですけど、実はここはね、もう一つ特徴があってね、4号、5号なんですよね。なんとね、ここね、6号がないんですよね。これもね、あら、意外と思いましたけど。まあ、意外というか、まあ、そっか。まあ、コンビニだったら5号まででいいのかな。どっちかっていうと、だからセブンイレブン、なんで6号にしないのかっていうと、置かないかっていうと、わかりませんよ。わかりませんけどね。まあ、そんなに大きいケーキの需要は今そこまでないだろうと。まあ、4人家族とかになってきたらね、このあれですけど、ってことはお子さん2人でいるような家族とかね。そういうところになってきたらね、あれになってくる、ところなんですけど、
ああ、それでも、まあ、5号ありゃいけるか。6号サイズって言うと、単品で食べないで、それいろいろと食べててなってくると、まあ、もっとね、大きい家族、おじいちゃんおばあちゃんもいてとかっていうような感じのところになってきたらあれなんだけど、まあ、そこまでまず何だろうということで、それよりもそれの大きいケーキを買うと、チキン買う量減っちゃうじゃないですか。やっぱこれチキン主体で考えてるんじゃねえかなという予想ですね。ここに6号がない。ここのページまでで、これも、そうそうね。サイズが書いてねえからありですけど。多分4、5号サイズくらいであるのかな？そんな感じ。ですからね。ですから、これはかなり攻めたねっていうところですね。1700円で916円で、国産小麦使用ってことでね。ちなみにこれ国産小麦使用がね、多分これから流行ってくるのかなっていうところなんですけど。これが、かって言ったら、その国内ね、利用を、地産地消とかね、そういうようなところで、ね、増やしましょうって、まあもちろんそういうような、詐欺名分とかでこう、やってるところもあるんですけどね。まあ悲しい現実としてね、海外産の小麦が値上がりしてるんですよね。世界的な需要逼迫で、海外の値段上がってきてで、ね、さらに輸送コストもね、この燃料費高騰で、わっと上がってるんで、相対的にそんなに国産小麦と、まあまだ国産小麦の方がちょっと単価高いんですけど、で、国産小麦も結構、日本ってあまり小麦の、作付けにそんなに適してないんですよ。小麦ってどっちかっていうと、ちょっと乾燥気味のところで、あまり暑くないところを好むんで、こんなくっそ暑くてくっそじめじめの、ね、日本だと基本的に小麦ってあんま向かないんですけど、そういった日本でも作れるような品質改良とか結構進んできてるんで、ですから、小麦の生産高って確か日本の国内の小麦の生産高は結構ね、年々上昇してるはずなんですよ。っていうような感じで、供給量の安定化もありの、海外のやつは相対的値段が上がりのっていうのがある中で、だったらもう国産小麦っていうブランディングでやっちまった方のが、総合的にお得になってくるよねっていうような、踏み切りができるような段階かどうかっていう、今ちょっと瀬戸際のあたりまで来ているんですよね。っていうことなので、これから多分国産小麦、特に小麦に関してはね、国産ものっていうのが、結構利用するっていうのが、増えてくるんじゃないかなと思います。小麦と鶏か、鶏肉か、鶏肉も多分その傾向になってくるんじゃないかなと思いますね。っていうようなね、予想を立てながら、そんなことはありしてたら、するがないんだ。ガトーフレーズがありますよという感じですね。ホイップクリームイチゴ、スポンジってことなんで、どんどん持ってきてるんですけど、いちごをバリバリ使ってますよとかっていうようなやつよりは、どっちかというとシンプルなショートケーキで攻めてきてるっていうのも、かなり特徴でしたね。で、次のページに来ると、こんな感じになりますよってことで、ちょっと足元これちょっとばらけてますけど、なんでこんなばらけてるんだ。次のページに来ると、これね、いろんなパセセイさんと、コラボした、やつというか、になってきます。まあ、いわゆる、パティシエブランドのやつのやつになってますね。ってことは、ね、実はね、オリジナル自社開発、あそこで終わりな感じなんですよね。ここから共同開発だったり、そういうような感じになってくるということで、チョコレートバンクってことで、石原さん、シンコさんかな、カカオディレクター、こういうチョコレートの未知なる魅力と楽しみ方を追求し、コロンビアでカカオの栽培からこだわりを持って、携わる鎌倉の人気チョコレートブランドってことで、チョコブランドやった、これは、これですね、チョコレートバンクってなってますね。ノエル。フランス語で、クリスマスの意味ですね、ノエル。ですね。ですね。こんな感じでしょ、チョコ系はこんな感じで任せまあ、これはゲットブランドのやつなんで、5400円となってますね。5号サイズね。これも5号サイズですもんね。ってことは、使用してるんで、ちょっと気をつけてくださいよっていうのがありますけどね。本格派のやつですね。こんな感じで、マンゴーパッションフルーツグラサージュに、これ、やっぱそうだ、ちょっと黄色になったと思って、マンゴーパッションなんだ。で、アーモンドミルククリーム、キャラメルチョコソース、マンゴーパッションフルーツチョコクリーム、に、キャンディング、アーモンド、キャラメル、チョコソース、スポンジもチョコスポンジになってるかなっていう感じになってるんですね。っていうのがありますよ。で、次は、出ましたね。鎧塚さんですね。まあ、大体、どこのスーパー編に入ってもね、
まあ、必ず何かしらどこかで現れる、もうこのクリスマスケーキの、もはや、名物と、言っても鎧塚シェフですね。なんか、セプレベ、セプレベかな？セブンイレブンと共に、作り上げるべく、立ち上げた、ブランド。あ、ですから、セブンイレブンと共同開発なんですね、これに関しては。セプレ、ああ、ですから、セブンなんでね。また余談になってしまうけど、セプトで7なんですよ。これ、セプテンバーってあるじゃないですか。セプテンバーのセプトなんですよ。んで、だけど、セプテンバーって9月じゃないですか。何や、7じゃなくて9やないかってなるんですけど、これね、何だったっけな。間に何かが入ったんだよな。2つ入ったんだ、間に。何だったっけな。オーガストと、ジュライ？ジュライ？ジュライだったって、エイプリルとオーガストだったっけな。昔は今10ヶ月で回しとったんで、なんかな、なんかで、それで、あそこが、7つ目の月だったところだったんですけど、いろいろと合わせるのに、間に2つ月を確か追加したんだったっけな。だいぶ昔の話なんですけど。なので、未だに9月が7つ目のセプテンバーになってるっていうような、確かそんなようなね、話だったと思います。ですから、オクト、次がオクトーバーですね。オクトが、8を意味するようなね、あれ使われますよね。っていうような感じですね。違う、そんな話をしてる場合じゃない。こっちもショコラケーキです。なるほど、ドーンとありますよ。と。やばい、やばい、やばい、バーッと10分で求めるだけで、カオカシアの、オカリペットドル、チョコレート、全とかのチョコケーキってことで、こんな感じで、もうショコラムの、ムースショコラノワール、ノワールは黒っすね。なるほどね。そうですね。ムースが、黒い、気味の、ね、あれですね。ノワールって言うと基本真っ黒のイメージですけどね。あれですね。こっちの方の色の他、ノワール感ありますけど。まあ、ムースショコラをその黒っぽくしてますよってことですね。ムースショコラオレね。これカフェオレのあれかな？あれのね。黒缶ノワゼット。ノワゼット。ノワゼットは、ごめん、わかるの、ジェノワーズショコラ、が入ってますよと。ヘーゼルナッツが入ってザクザク生地の食感の生地のことを、この黒缶ノアゼットっていうらしいです。で、ココアスポンジのことを、ジェノワーズショコラっていうらしいです。ジェノワーズ？っていう感じですね。年頃のいつか、これで、ね、セットネーム、セットネームか。発音するんですね。フランス語だとね、結構、最後の t の音が爆発しなくて、セって感じになると思う。でも、多分正確にはそうだと思います。セラーブになると思います。ここからきっと、セレブという言葉が始まったと、そんなわけはない。それはちょっと確かに無理があったな。いうような言葉もありますけど、これ4号サイズで4580円と、ああ、いうことですね。まあまあまあ、ね、ちょっとね、ちょっとリッチな、彼女さんとね、まあね、ちょっとね、素敵な、夜を過ごす、ね、お二人でね、過ごすとかにはいいんじゃないですか、こういうのもね。あ、なるほどね。どっちかというとそういう感じですね。なんか、どっちかというとちょっと、お高級な、ありがありますよね。なるほどかな、というところだと思いますね。なるほど。はい。ありました。で、次のページは、また二つありますね。一つ目が、これは、エクワリブレ？ん？リブル？エクリブル？イコールとかのフランス語かな？パルシェショコラって、いえ。バランスを意味する。ね、ほら、イコールのあれだよ、やっぱし。イクリブルの、フランス語ですね。食感、香りなどのバランスの取れた口に入れると心地よいお菓子を、大切にしていますってことですね。読みをつけ足してくれ、フランス語には頼む。ドイツ語とフランス語には、せめてやから、まあ、カタカナだと正確にはならないですけど、大体のね、漢字そのものに入れといてほしいな。エクワレブ。
わになるよな。わ、リップ。エクアレブル。エクアレブル。エクアレブル。フランス語っぽく言おうと思ったら鼻から抜かせばね、なんとなくフランス語っぽくなるんですよ。で、ボンシュールみたいな。チームね。はい。鼻が止まってるか、全然できなかった。キルシュ香る、クリームと、ショコラがバランスよく合わさった大人の味わいのチョコレートケーキということですね。ダークチェリー、ケーキチョコレート、に、キルシュ香るクリーム、バニラとキルシュのクリーム。あ、裏もバニラエッセンスが入ってるといいですね。これ、ダークチェリーにムースショコラ、に、ビスキュイショコラってことで、あら。チョコ感、本格的にね。これも4号サイズ4380円。これはわかりません。これはちょっと先のところとまた分かれてきそうですね。アルコール1%まで洋酒の使用がありますよってことですね。要は、まあ、焼いてるんでね、基本的にはまず、あれなんですけど、まあ、どっちかと言ったら、お子様がだと、一応気をつけておいた方がいいのかな、これ。この一、いうふうに香り付けに使ってあるやつは。で、チェリーリキュールは、ちょっと香り付けに入ってますよってことでございますね。結構ラム酒とかケーキだとラム酒とか扱うケース多いですよね。こういったチョコレートケーキというか、確か。あったと思います。ね。まあ、ケーキ作れないんで、あれなんですけど。ただね、うち、たまたま、スーパーでね、入ったところが、基本的には共同開発でね、全部やってしまって、ね、お店のブランドのやつもありますけど、まあ、当然、基本的には商品分のところでやってるんでね、店舗にあまり普段関係ないんですけど、うちのところだけ、店舗限定みたいな、コラボ商品開発とかやってたんで、その兼ね合いで結構ね、結構クリスマスケーキとかの商品開発も、お店のね、裏側のバックヤードのところにやってることあったんですよ。なのでね、結構そういうのでね、見てたりはしましたけど、まあ、でも、さすがにうちがそれを手伝ったりはあります。試食の、ね、食べる手伝いはしましたけどね、試食会に出す前のやつね、とかね、ああ、まあ、お任せください。いくらだって食べれますよと、任せください。胃袋の大きさだけは自信ありますからって言って、ね、やってました。そんなこととかね、食いたいだけやろって言われて、ね、はいって、はい、食いたいだけっすよって。ようやってましたね。いろんなね、新商品の。結構そう、店舗開発が多いところだったんでね。そういうのとかあったな、なんてことを思い出しながら。このピアード・エルメ。合ってる。世界的に著名なパティシエ、ピエール・エノートタウス。さすがね、ピエール読める。ピエール・ガスリーとかね、今の F1 ドライバー、アルピーヌのね、ドライバーとかいますよね。ピエール・ガスリー。で、エルメもこれもだって、S つけたら、エルメスですか？ね。そういうことです。H 読まないけど、H はね、無音の亜種って言ってね、フランス語では読みませんからね。あ、ちょっとだから瞬間にドヤ顔でこうやって語り出すけど、そんなことやっておりましたよね。もう仕事行かないときに、エルメスからセブンイレブンのために考案した、とっておきのスイーツってことで、このあたりも、いや、共同開発なんですね。が、ベイン。で、プログラム、ピアール・エルメ。シグ、ア、チュン？何？スタインネチュア？シグネチュア？どういう意味なんだろう？ 甘酸っぱいパッションフルーツとほろ苦い、オレンジの組み合わさった爽やかな味わいのチーズケーキですね。なかったね、そういうの。でも、チーズケーキもこういった感じで本格派ねと揃えてくるって。この辺はやっぱ、セブンイレブンは本格派ですよ感をね、出すのに、いろんな、有名なところとコラボレーション。だから自社で、うちカフェで、バン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 、自社開発で、ドーンと定番品を固めて、さあ、定番のやつでどうですかってやっとったローソンとはだいぶ違いますよね。まあ、客の違いがこういうところに出てるのかもしれませんね。ホワイトチョコレート、オレンジミティ、オレンジパナパージュ、レアチーズムース、ベイクドチーズケーキ、ポンジクイキクラムで、これかなり本格的ね、4号サイズ4200円。このあたりもでも面白いが、5号4号、5号4号4号ってことで、かなり小さめの、いや、2人とかそれぐらい、3人とかでね、楽しむよっていうのをすごく前提にしてあって、チキンを買ってもらうっていうのが多分、相当あるね。相当あるね。これ相当チキン売りたいね。ああ、っていうのがこういうのに見えてきたりします。次がピケとかありますね。ジェラートピケ。大人のジェラートコンセプトに、あれでも、ということなんですけど、ちょっと待ってくださいね。あら、むず。はい、ということで、ね、喜ばれてもファッションのスイーツとして、表現したルームウェアブランド。
ルームウェアブランドなんだ。メリークリスマス。ああ、いいですね。フランス語に書いてあると。逆にあれですね。英語を見ると、フランス語じゃない。英語で書いてあるとね、親近感が湧きますよね。ジェラード・ピケってことですね。ネルソン・ピケとか、これはまた F1 ね、F1 ドライバーで、ね、メルソン・ピケって言いましたもんね。懐かしいね。ピンクベアと赤いハートにほんのり香る紅茶のフレーバー。紅茶フレーバーなので、可愛さと美味しさが詰まった濃厚クリームチーズのストロベリーケーキとかで。私、紅茶好きなんでいいですね、こういうのは。チョコレート、ストロベリークリームにチーズクリームにストロベリージャムにホワイトチョコフランジ。合いそうですね。あ、いいですね。なるほど。これも4号サイズで5200円とかでございます。ランチョンマットなんかもついてくるんですね。これ、領収不使用ってことなんでね、お子様でも安心と、いうことでございますね。で、あとは、ホテル、椿山荘ですね。ここのね、椿山荘さんもね、どこかしらに絶対また出てくるんでしょうね、っていうところですよね。もう、絶対、名前が出てくる、あれですよね。ということでございます。去年の電車とか思い出していますね、そういうふうにですね。ということで、椿山荘さんが、開業70年以上誇る老舗ホテル椿山荘東京、自然豊かな庭園と7つの季節の景色で都会のオアシスとして皆様をお迎えいたしますということで、その椿山荘さんが出してくるのは、結構ザ・王道チーズケーキかな、この感じ。そうですね、ホテルの庭園に広がる、東京雲海をイメージした山荘のチーズケーキ。すごいですね。東京のど真ん中、こんな優雅な空間が彩られてしまうのかなんてことだ。もうね、ちっぽけな我が家の食卓にもこれを置いたらなんかもうちょっと優雅になっちゃうんじゃないのという感じがしちゃって、これすごいですね。ですね、という感じですね。で、マスカルポーネクリームチーズ。マスカルポーネいいっすね。マスカルポーネ好きなんだよな。ドライクランベリーに、ドライマンゴー、レアチーズケーキ、レアチーズケーキにマスカルポーネ、絶対うめえ、もう大好きなやつ、で、ベイクルチーズケーキも好き、クッキーブランド、絶対うめえやん。絶対うめえやつ。これは、輝く東京雲海チーズケーキ、これは、5号サイズで4380円ってことでございます。これも4種仕様ですよ、ってことで。クッキー、クランブルですね。クランブルは、ビスケットを砕いた生地のことですよ。だから、シャキシャキ感がある、いやつですね。なるほど。いいですね。ということで、次のページに行くとこんな感じ。バラエティ感が出てきますね。で、まずは抹茶ケーキですね。宇治茶、伊藤久右衛門かな。さん、監修の、やつがあって、これがモンブランタルトの、モンブランなんだ。抹茶モンブランね。宇治抹茶モンブランってことですってことですね。香り高い宇治抹茶を100%使用した、惣菜のモンブランタルトですよ。ってことで、抹茶クリーム、スポンジ、マロンムース、ブリュレ、ダブル生地にタルトという形ですね。で、次が、これは FLO さん、パリ。これも出てきますよ。絶対このフルーツタルトで絶対出てくる名前ですよね。プレスティージ、プレスティージ、パリ、7種のフルーツ、カスタードタルトってことでございますね。これも5号サイズ、3990円、4309円税込みと、ホットクランベリー、オレンジ、ブルーベリー、ストロベリー、マンゴー、キウイ、シューズ、こんな感じでドーンと入ってますよと。で、次がイタリア栗のクリスマスモンブラン、3400円、税込み3672円。これは女優ノエル。これはフランス語だね。メリークリスマスね。ややこしい。I wish for your happiness ってことで、ここは英語なんだ。ここまでフランス語で書くともうわかんねえだろ。なんでこれ、女優？うん。女でいいよね。フランス語そうだよね。女優。あ、ジョワイ、ジョワ、ジョワオ、ジョワオ。ノエル、ノエル、ノエルはね、フランス語で、メリークリスマスですね。だからフランス語で書かれるとさ、おしゃれすぎてね、困るのよ。ちゃんとした意味がきちんとなかったからね、今こういうのね、パシって取ったらね、自動でね、翻訳してやってくれるんで、なんなら、砂糖までやってくれるんで、それ見てください。投げやりな。という形で、これはモンブランですね。マロングラスで、ホイップクリーム、キャラメルホイップクリームに、蒸し栗マロンクリームに、ホイップクリームに、焼き栗マロンムースに、ココアスポーティーも、クリ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 ーですね。栗好きにはたまらんですね、こういうの。5号サイズで3472円と、いう感じでございますよ、ということでございますね。で、次が、格子コーナーですね。安定、安心。
もう、こうじこうらすよ、やっぱしね。ということでございますね。ベルギー産チョコ10%使用した3種のチョコクリームとプレックスの中に関わる。もうね、こうじこうらさんはね、もう、定番のね、ところでございますから。でも一応、セブンイレブン用に専用開発なのかな、これは。感じてらしいですね。もう、この辺りはもう、こういうのでね、いや、もうね、日本のクリスマスはこういうのでいいやっていうね。あれがありますよね。わかりやすいですね。銀座工事コーナー、チョコデコレーション4個。でもちゃんと本格的なあれですかね。これは2380円。2人とかね、気軽にいろいろとね、料理も楽しみたいしっていう時には、こういうところでちょうどいい。ちょうどいいのこういうのでね。なるほど。で、5号サイズだと、サンタさん乗ってくるのね。3380円ということでございますね。ココアパウダーに、ブレンドミルク、チョコクリーム、に、ミルクチョコクリーム、チョコガスポンジ、スイートチョコクリームにアーモンドペースト、イジタチョコクランチということで、バシッと入ってますよ、ということでございますね。で、次のところで、キャラクターものになってくるんですけど、これがディズニーとシナモンなんですね。これも、多分セブンイレブンとかセブン&アイ・ホールディングスさんの、センバリやってるのかな？ディズニーと、なんと、シナモンということで、ね、ディズニーさんです。大丈夫かな？映して大丈夫かな？もう心配になってくるけど、まあ、ただの無断でね、こんなのがあるらしいです。はい。ちょっと行きます。なんか怖いんで、なんか怖いんで、ちょっと行きます。ここだけも、もうちょっとかけといた方がいい。大丈夫かな？いいよね。だって、ただの無断だもんね、仕方ないよね。クリスマス、4080円ってことでございますね。こんな感じでいろいろとわーっと入ってるみたいですね。ラプンツェル、アラディン、ミッキー、フレンズ、トイストーリー、アナと雪の匂い、ゴールデンチップ、で、あの、で、ティップンデールもそうなんですね。あ、そっか、ディズニーなんだ。っていう感じでございますね。それぞれの、いわゆるアソートですね。アソートケーキになってますね。なるほどな、という感じでございますね。アソートケーキがここに出てきます。逆に言うと、ここまでアソートケーキはなかったというのも意外ですけどね。っていうのは一つ。で、もう一つはシナモンロール。こっちは大丈夫ですよ。サンリオですからね。サンリオはね、もはやフリー素材みたいなところありますからね。堂々と映ってやりましょう。ということで、シナモンですね。なるほど。2023年1位と、シナモンちゃんだったんだ。そうなんだ。シナモンロールを、イメージ。言いましたって、シナモンちゃんのとあんまりこんな感じと。ひどい言い方だ。コーティングにミルククリーム、ストロベリークリームにアーモンドビスケットクランチにスポンジってことで。いや、普通にうまそうだよな。いいんだけど、こういうシンプルなやつ好きなんだよな。ストロベリークリームとかいいですよね。実はうち、いちごね、はね、これクリームとかね、加工してある方が好きだったりする。ムースとか、いちごムースとかにしてある方が好きだったりしますからね。ミルク&、ストロベリークリスマスクリームで良さそうですね。4個サイズで3700円という形でございますと。次のページも、これもオリジナルで、あれかな、共同開発でやってるから、ここのところ見ないですね。ピーナッツってことで、スヌーピーですね。日本では、スヌーピーという名前でしっかりと、お馴染みですけど、あれ、正式な作品名が、ピーナッツっていう、作品名で、そこに出てくる一キャラクターがスヌーピーなんですよね。飼い犬がスヌーピーってことなんでね。ということで、クリスマスサンタスヌーピーってことでございます。幅広い世代で人気のスヌーピー来ましたね。商品としてはかなりシンプルに、ショップ漬けにホワイトクリームに、入ってますよという、ね、ピーナッツ。オリジナルは、ジッパーパックとかしてるらしいですけど、こんな感じですね。シロップの漬けいちごに、ホワイトチョコクリーム、チョコクリーム、チョコチップ入り、チョコクラッチ、スポンジという形でございますね。で、さらにサンタ、スヌーピー、ドーンという感じでございますね。4個サイズで、3990円、税込み4309円という形になってますけど、まあ、お子様とかね、じゃなくてもね、もう幅広い世代に人気ですからね、いい感じですね。なるほどな、という感じですね。で、次はモルドフ。これまたね、もう定番なところですよね。チーズケーキ、2200円ってことで。これは5個サイズですね。まあでも、多分結構ね、少人数でも、チーズケーキの場合はね、高さがそんなにあれですからね。とはいえ、結構詰まってそうですね。やはり普通にあれかな、ですね。マスカルポーネチーズ57%ってことは相当、これは濃厚そうですね。チーズケーキ生地に、アーモンドビスケット。だから、マスカルポーネがそんなに気配入ってるってことは結構、しっかりとクリーミー感もありそうですね。なるほどな。で、ここで、やっとくと、一般的なクリスマスアソートケーキが入ってきますよ、という形でございますね。ショートケーキに何か入ってる。
ショートケーキにモンブラン、チョコレート、抹茶、が、入ってます。チョコが2種類なんですね。なるほどな。こんな感じでね。チョコが2種類。ちょっと上に乗ってるのが違いますよっていうのと、あとは違うという感じでございますね。なるほど。で、次が、プチケーキアソート、富士屋さんのね、やつですね。アソート。もう入ってきます。12種類入ってますよ。とこっちはですね。3400円という形でございますね。このあたりも、ローソンはウチカフェだったのか、このあたりも富士屋さんとね、やってるってことでね、ペコちゃんがいますよ。いいじゃないですか。ね、いう感じでございますね。ね、ピスタチオタルトには、入ってますよ、という形でございます、という形でね。で、こっから、山崎の定番ケーキとかが入ってきますよ、いうことで、山崎のケーキも当然、やっぱね、トントン入ってますよ、と。ザ・シンプル・イズ・ベストのね、クリスマス生ケーキ。生ケーキオンリーでいくのかな？ 4 号、5号。で、ここは6号、7号まで用意してありますよ。まあ、だから、一応ラインナップとしてはここにありますよ。なんせ6号、7号がここで出てくるっていうね、のも一つ特徴ですね。それ大きいケーキ、必要と、するようなケースはそんなにないだろうから、別に市役所にやってそうやってやるよりはもう、山崎さんにお任せしましょうという感じですね。が、こんな感じになってますよと。シンプル。なね、いちごホイップクリームに、ピーチいちごサブレーブが入ってる。もう、ザーッと。日本の定番のショートケーキって感じですね。なるほど。いいですね。ございますと。で、次が、ブッシュロノエル。そういや、あっこっちは入ってません。ブッシュロノエル。ただ、ブッシュロノエルって言っても白いタイプですね。生クリーム系のやつが、で、ブッシュロノエルがあります。山崎の開発のやつですね。がありますよと。山崎も何、ね、余裕ノエル。フランス語で来てんのは、わー。山崎もフランス語使うようになってきたか、おしゃれになってきやがって、かかりって言ったのになってきましたね。3300円でありますよと。ブッシュノエルと。まあまあ、ブッシュノエルなんでね、これね、書いてあるかもしれません。でもやっぱ下の文字は英語なんだ。I wish for you happiness はね、英語なんだな。なんてことを言いながら、3300円。で、キャラデコは、これは前のところでは言いましたね。仮面ライダーガッチャードと、プリキュアスね。が、の2種類で来てますよ、という形でございます。これも、他のところでもありましたね。前のところでもありましたところです。ございますけど、順番がちょっと逆かなっていうところぐらいかな。ですね。ですね。そうですね。で、使ってるのは、これなんだ。ああ、そうだ、どっちも一緒だったんだ。いちごホイップクリーム、ピーチパイン、スポンジというテーブルのネットですよ、ということでございますね。4200円、4200円でございます、という感じでございますね。で、あとは、バラエティのやつとか、わーっと出てくるんだけど、やべえ、もう時間がね、ちょっともう、やばい、準備しないと。糖質カット、ベーコンチーズケーキがわっとあって、糖質カットのってやつもありますよと。で、こんな感じで、で、さらに米粉の豆乳クリームのフルーツケーキ。米粉と豆乳クリームでね、作るのもね、上がってくるんですね。すげえな。5号車で3600円で、まあ、これいう感じですね。なるほど。結構箱とか、いろんなフルーツがわっと乗ってる感じですね。なるほど。で、さらに、ここで、乳不使用でチョコのブッシュノエルが上がってきますよ、という形なんですね。なるほど、3880円で、こちらアレンジを使用。まあ、でも、こういうのを使ってあると結構もちもちで、まあ、個人的にはちょっとは結構好きだったりしますけどね。で、これだったら豆乳いちごクリームとかでね、やるんですね。豆乳クリームがね、どれぐらいあれなのか、でも、本当に豆乳クリーム進化してますからね。豆感なくなってきてますからね、今ね、すごいですもんね。さあ、どんな感じなのかなって感じで、こっちはメリークリスマスです。いい、英語でいいの？そう、いう感じですね。で、3880円という感じでございましたと、いうことでございますね。で、なんでこんなにいっぱい取ってるの、ね、これ。で、次が、ザクザクした食感の、ブラックサンダーのアイスケーキですね。ブラックサンダーと、今日の開発でね、行われてきてるんですね。で、こっちの方は、4280円。これ冷凍ですね。のやつでありますよと。ブラックサンダーですね。でっかいブラックサンダーいいですね。これもこれでいいな。で、おはよう乳業さんの、やつが、入ってきますよということで。これ西日本だけなのかね、全国おはよう乳業さんだから、岡山の会社でね、西日本の会社さんなんであれですけど、こっちの方だけかもしれませんけど。まあ、でも、いやー、でも全国展開かもしれませんかな。デリバリーできますもんね。冷凍だったら。ってことで、生チョコアイス、生バニラアイスという感じの、チョコアイスですね。
で、さらに、シャトレーゼのやつがここに入ってきますよと。こんなアイスケーキあるんですね。最初のベリーレアチーズで冷凍です。あ、いや、美味しそうでございませんか。アイスケーキ好きなんですよね。ほんと、近くカービィじゃなかったら無限に食べるぞっていうぐらいですけどね。こんな感じ。結構いろいろ、あ、でも、イチゴだけじゃなくて、いろいろとベリーが乗ってるのいいですね。なるほどね。はい。ね。さらに、プチアイスゴーゼ、これ好きなんだ。これうまいんだ。本当にね、ピノの陰に隠れてますけど、実はうまいっすかね、おはよう乳業のこれ。うん、そう。あそこで、このでかいやつはね、パーティー用のやつですけど、じゃなくてもね、結構ね、売ってるスーパーに売ってますからね。その3種入った袋にね、ちょっと大袋のやつですね。ありますんでね。で、さらにね、ブリュレ、これうまいよ、ブリュレうまいよね。うん。これもね、あるといい、嬉しい。うん。もらうとめちゃくちゃ嬉しい、このブリュレ。はい、のギフトもありますよ、と。いうことでございます。で、さらにオードブルが入ってきますね、というところで、うん。まあ、前面にドンと出してたんでね、それに合わせてごちそうオードブルとこういったもありますよ、という形でございますね。ローストビーフサラダとかも、あと入りますよ、と。ローストチキンもここにさらに入ってきてますね。あっちにあったのとはまた別ですね。これ830円のやつなんで。なるほどな。これはそこまで前面に出してなかったのが結構特徴だけど、やっぱちっちゃいのチキン、フライ、のチキンに自信ありと言ったところなのかな。で、さらに、マルゲリータ、とかのピザですね。4種類、さっとありますよ、という感じですね。こんな、クワトロのやつもあったりするんですね。なるほどね。クォーターピザとかもあったりするし、チーズピザなんかっていう、ね、チーズ好きのたまらないやつもあります。これは、ハニーですね。なるほどね。意外とこういうデザートピザってうまいですからね。うん。最初は私も何やと思いましたけど、結構蜂蜜チーズピッツァ、あ、デザート、クレープのね、代わりと思ったらね、うまい。はい、あります。ありますよ、という感じですね。なるほど。はい。で、さらに、ここもワインがね、こんな感じで、本格的なんかわーっと攻めてきますよ。シャンパン、シャンパン、シャンパン。ここもわかりやすいですね。シャンパン、シャンパン、シャンパン、スパークリングワイン、スパークリングワインってなってますけど、シャンパンっていうのは、いや、シャンパン地方、フランスのシャンパン地方っていうところで作られたものがシャンパンっていうブランドになると。スパークリングワインの中の、一ブランドなんですよね。要は、和牛っていうのがあって、松阪牛があるような感じですね。うん。で、シャンパン。シャンパーニュってことで、そう、全部フランスのマークでしょ？スペインのマークになったら、この、あれが変わってくるってことで、これもすごいですね。シャン、ロイ、ロゼラール。ああ、買えるのね、750ml ですから、別に3、ね、で、飲むんだったらこれぐらいでいいのかな？うちなら一人で開けちゃうんですけど。飲んべえはいくら、あんだけ開けるんで逆によ。飲んべえも逆にあんだけ開けるんだよ。どうせ2本あって3本買ったってね、3本じゃ足りないよって言ってきちゃう。3本あるか3本飲むんですからいいか。飲んべえ思い出せ。うん、あるだけ飲むっていうのを、ね、自分の習性を思い出してほしいですね。こういうので1本で収めておくと、それはそれでまた体も喜ぶよっていうのを渡しますからね。シャンパンがありますよと。で、ブーブークリック、イエローラベルも。あらます、もうね、すごいね。で、モエルシャンドもね、はい、ありますよ。で、これ、ルイシャルボン。っていうのもあるんだ。これもシャンパンだよ。へえ。あ、うちもね、さすがに、ちゃんと全部のブランド知ってるわけじゃないですからね。さらに、ここからスパークリングワインね、スペインのやつになってくる。これお得で、1078円でね、アマヤカバー。でも、スパインワインね、甘みが強くてね、うん。通過したんでね、暖かいところなんでね、美味しいですからね、なるほど。で、ローゼもあるし、って感じですね。なるほどね。ローゼスパークリングいいな、いいな。1000円であるの、いいね、いいね。デリカ、スパークリングルシェルローゼ。いいですね。うん、普段飲みだったらこれならサントリーのやつなんで、へえ。普段飲みだったら別にこういうのでいいのよね。そうそうそう。うん。で、アルコール、スパークリング、そう、もちろんあんまりアルコールだとその強くないの、アルコール、ビアルコールか。そうそうそう。なるほどね。はいはい。で、ノンアルコールもありますよ、ということでございますね。ワインの下ですよ。で、さらに、金の食パンがありますよ、という感じですね。あとは、まあ、申し込み方法とかいろいろ書いてありますけど、このあたりとかも、まあ、一応触れておくならば、ローソンさんと違って、バーコード管理でやってますね。だから、漢字の人とかだと、これの方のがいい、わかりやすいでしょうね。ピピピで、ね、横のやつはピッとするだけで済みますからね。なるほどな、という感じでございますね。はいはいはい。
ええー、っていう感じでございましたというところですね。まあ、いろいろとワード変えますよという感じでございます。で、こんな感じで、こう、4個から7個の大きさねとかドーンと載ってます。4個ね、とこういう感じでね、大きく取ってあるのが特徴的かなっていう感じですね。半分で、わーな感じって。で、さらにブシュルノイとかのやつは、2つのやつは、実物大でこんな感じで、で、比較がね、わかりやすいような感じで作ってあるっていうのを、非常に特徴だったなと思いましたよというところでございまして、ここからまたおせち編に入っていきますよっていうことなんですけど、さすがにもう時間がないから一旦切ります。どうも。よし。あーげら。ということでね、この辺りで一回ちょっと示させていただきたいと思います。まあ、こんな感じ。結構ってやっぱ特徴出ますね。メーカーさんによって特徴が出るなんてのも分かったんでね。この後もね、じっくりと、また見ていきたいと思いますんでね。これがいつアップロード、連続でアップロードできるのかちょっと分かりませんけど、頑張って、編集していきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ということでね、この動画これぐらいで、ね、締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。とりあえず仕事行ってきます。よいしょ。